こと喧嘩しちゃってもママにがっつり怒られへこんだ時でもどんな苦い思いだって包んでくれるスウィートな香りが胸に広がってくチョコマーと思います。サビの部分を前半と後半に分けて説明していきます。それではみんなも一緒に頑張りましょう。それでは前半の振り付けをレクチャーしていきたいと思います。まずは両手を上に 1,2,3 回上げたら胸の前に4回目で戻していきます。そしたら自分の斜め前に出す戻す出す戻す。そしたら次は横に手を広げる閉じる広げる閉じる。そしたら顔を左右に 1,2,3,4 回振ります。そしたら次は大きな円をゆっくりと描いていきます。そしたら手をくっつけたまま横に 1,2 回動かしたら回す。次に横にパンチをしたら最後は上からゆっくりと手を下ろしていきます。これで前半の振り付けは完成になります。はい、それでは後半の方に行きたいと思います。後半は右手左手を左右バラバラに上と下に動かしていきます。せーの 1,2,3 4回目で合わせて下ろす下ろす。次は反対です。 1,2,3 合わせる下ろす下ろす。そしたら両手を上に上げて回して顔の横に持ってきてディーンドーンで外に一度ひねります。そしたら好きなポーズをしてキラキラーっとして合わせて後ろに下がって回してジャンプ。これでダンスレクチャーは完成です。それでは最後に音楽に合わせて踊ってみましょう。レッツダンス。広がってくチョコマン上手に踊れましたか？この動画を見てたくさん練習してね。以上、ガールズガールズでした。バイバイ。